甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セパ交流戦、阪神タイガース対埼玉西武ライオンズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の戸亀。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。真由美打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ボール、これは内へ外れます。ボール先行です。引っ張った、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー和田。タイガース同点のランナーが出ています。いきなり牽制、一塁はセーフ。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。まあこの足ですからね、簡単には止められないでしょうね。これでアウトを増やさずに一打同点のチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、これが3球目。レフトへ持っていった、レフトライナー掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席にはバース入ります。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、ぐんぐん伸びていく、入った、ホームラン。バース今シーズン第86号の逆転ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン、逆転に成功しました。この回のタイガース2対1になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。まあさすがですよね。初回先制されましたが早くも逆転に成功しています。バッターは掛布。タイガースホームランで逆転しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。これでゲームが面白くなってきましたね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。インコーストライク、まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。空振り三振、2アウトになっています。バッターは注目のルーキー石峰。2アウトランナーありません。真ん中打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました、ファールボールです。次が2球目。大きく外れてボールです。どうだ、落ちるか、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打、ツーアウトランナー二塁。真ん中打ちました、ファウルになります。ワンストライクです。外角高めへのストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります。インコースファウル、低め見ました、ボールです。これもファウル。これが7球目。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加。
かし入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース4対1。粘って粘って甘い球を待って見事に仕留めましたね。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。バッターは新庄。タイガースホームランで追加点を挙げています。初球空振りです。ドカーンと大きな当たりです。高い打球、レフトが追い入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは注目のルーキー、木戸。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、取りました。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回先発の前川打席に入ります。結構バッティングいいですよ彼は。そうですね、引っ張った、ファーストが前に来る、ファーストが取る、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美。まあ、ここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。2球目は何で来るか。打ちました、取った、ツーアウトになりました。バッターボックスには2番和田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁。打席には3番バッター、バース。先ほどの打席で逆転となるツーランホームランを打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球突き刺さった、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース7対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや、本当にうまく反応しましたよね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ファウルになります。外れます。打った、これもいったか、大きな打球、ポール直撃のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース8対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、打席には5番バッター、石峰。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね、タイガースホームランで得点を挙げています。
ファウルになります。インコースボール、まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターは6番八木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームラン。初球打ち、スタンド一直線、文句なく入った。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース10対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターの新庄、ここ5試合でホームラン5本を含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。何よりホームランが打ててるっていうのは好調の証ですよね。なるほど。ここはその好調さを見せたいところ。ファウルになります。打った。この先抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。これから3回の裏。西さん、序盤から面白いほど打線がつながってますね。まあ今日はね、練習通りに打ててるんじゃないですか。本当に打撃好調のようです。打ちました。これは大きい。伸びていく。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。さあ打席には先発の前川入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。さあ3球目は何か。ボールです。4球目は何で来るか。打った。ライトの前に落ちました。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファールボール。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。真ん中打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番和田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いや、西さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。打ちました。ショートゴロです。ショート取った。2塁アウト。1塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがタイガース得点はありません。タイガース4回裏の攻撃になります。バース、バッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ない。初球打ち、これは大きい。伸びていく。ライト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。打った。大きな打球になった。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。11対1。タイガースなおもチャンスです。打順は5番石峰。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。打ちました。ここは打ち上げています。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。打ちました。これもいったか。レフトが追いかける。ぐんぐん入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース14対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には7番バッター新庄。
タイガースホームランで得点を挙げています。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。次が3球目。今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ファウルです。打ち上げました。ファールグラウンドへのフライです。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。8番バッター木戸、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。打ちました。伸びていく外野、大きな打球にあった。レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。初球空振りです。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。チャンスの場面振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。これが1球目、切れていきます。ファウル、真ん中打ちました。これはどうか、源田一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。西さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。いや本当にね、理想的に打線がつながってますね。そう、打ちました。伸びていく、この打球は落ちそうだ。真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには3番バース、今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。凄まじい集中力を見せています。ヒットでランナーを2塁に置いています。見送ってボール、まあ、ここは狙いを決めつつそれ以外にも対応する感じになりますね。なるほど、ファウルになります。打ちました、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、15対1、タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思います。引っ張った、これはどうだ、セカンド取った、一塁へ。これで2試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー3塁1塁。ライオンズピッチャーが変わります。この石峰、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんです。打ちました、いい打球だ。レフト追う、センター追う、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム8本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、打席には6番バッター八木、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランが続いています。これが2球目、真ん中、ノーボール2ストライクです。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。打ちました、痛烈、切りました、ファウルボールです。2球目打ちました、落ちました、ホームに送球、これで3安打猛打賞、ランナー3塁1塁となりました。際どいコースですが外れました、ワンボールです。この球は、外れました。
3球目は何で来るか、はい、外へのストライク。ここは中間守備ですね、まあ、補給してからどこに引っ張った、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、タイガースなおも2塁1塁のチャンスです。打順はトップに帰って真由美、今日は盗塁を決めています。切れていきます、ファウル、ノーボールワンストライクです。インコース詰まりました、源田が掴んでツーアウト。打席には2番バッター和田。いやさっきのツーベースは見事でしたね、ここも狙っていってほしいですね、期待しましょう。タイガースこの回は打ちました、殿崎セカンドホースアウト、スリーアウトになりました。しかしこの回タイガース連打で、ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏ワンアウトで2塁にランナーを置いて3番バッターバース、甘く入った球を振り抜きました。タイガース一振りで逆転。6回の裏タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか、そうですね、しっかり捉えた、センター下がっていく下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね、打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか、さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、さあ2球目は何か、いい当たり、レフト下がっていく下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます、バッターランナーは2塁到達、これで5打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。初球から際どいコースをついてきます、釣り球、しかし誘いには乗りません。打った、左中間に大きな打球、さあどうだ、真ん中を破りました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点、打順は7番新庄、いや先ほどは見事なツーベースでしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね、そうですね、次が2球目、外、これは際どいが外れている、バッター見送りました、これが4球目、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。引っ張った、ヒットになった、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タッチはアウト、これでツーアウト、タイガース1、バッターボックスは8番木戸、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから今度はその使い方を考えたいですね、さあここ打ちました、レフト下がっていく下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます、これで4連打、ツーアウトランナー2塁。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですがどうでしょうか。ライオンズピッチャーが変わります、マウント、さあバッターボックスには先発の前川入っています。調子は悪くはないですから次の回もということでしょうね。そうですね、さあ追加点のランナーを置いた場面です。高め際どいところ見送りましたがストライクです。アウトコース打ちました、ここはフライになっています。小川が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7回の裏タイガース
西さん、今日の試合打線はいい流れを掴んでると言えると思うんですが、いかがですか。いや本当ですね、見ての通りです。打線は思う通りに打ってますよ。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。遅いボールをコントロールしていきます。三遊間取りました。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。2番バッター和田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。いやこの点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょうね。2球目打ちました。大きな打球になった。レフト下がっ入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りましたタイガース。いや早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい。3番バッターバース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ボールになります。ボール先行です。三遊間山川抑えて2アウトになりました。打順は6番八木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい。この打席も期待しましょう。2アウトランナーありません。変化球できました。アウトコース見送っています。三遊間源田掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げ、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これは三塁側のスタンドに入ります。この低いボールは外れます。ワンボールツーストライクです。打ちました。ストレートを打っていきましたがショートライナーに倒れています。ワンアウトです。インローボール。体に近いところ。さあ4球目は何か。外の低めです。ツーボールツーストライクです。見逃し三振。ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが先発の前川バッターボックスに入ります。まあリードしてますしスタミナも気になりますからここは無理しなくてもいいですね。そうですね。変化球に泳がされて取りました。アウト。この回タイガース、タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。
西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。よく晴れた天気になりました。甲子園球場です。セパ交流戦、阪神タイガース対埼玉西武ライオンズの2回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の高橋光成。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。バッターは新庄、先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ボール、見送っています。ボール先行です。インコース見送ります。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターは亀山、高橋光成、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキーバース。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。一塁ランナーはそのままです。これが3球目。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、伸びる、
ホームラン、同点のツーランホームランです。タイガース、これで4試合連続のホームラン。ストライクを取りに来たところ、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。同点に追いつきましたタイガース。2対2、頼りになる男がやってくれました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、本当にうまく反応しましたよね。この1回の裏、早くも流れを呼び戻したようです。バッターは掛布。タイガースホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。ああ、そうですね。この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。アウトコース決まってストライク。バッター、打球はライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは注目のルーキー石峰。ツーアウトになっています。これが初球。打った、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、入りました、ホームラン、勝ち越しのホームランです。タイガース、これがチーム2本目のホームラン。タイガース勝ち越し、3対2。クリーンナップから飛び出した一発になりました。この回一気に逆転となりました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。この序盤リードを取っています。この勢いで攻めていけるんでしょうか。バッターは松永。タイガースホームランで勝ち越しています。最初は変化球できました。ボールになります。打ちました、これもいったか、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りましたタイガース、4対2。ここ一番の集中力が光ります。逆転してからも攻撃の手を緩めません。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。バッターは7番に入っている梅野。タイガースホームランで追加点を挙げています。初球空振りです。2球目は何で来るか。低め空振り、ノーボール2ストライク。見送ります。打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、これで3連打。ツーアウトランナー1塁。さあ、ツーアウトながら一塁には追加点となるランナー。バッターは糸原。そして一塁ランナー痛烈、これはどうか、ヒットになった。二塁はセーフ、これで4連打。ツーアウトランナー二塁一塁。さあ、打席には先発のフロクター入ります。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。ファウルになります。このストレートは外れています。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。しかしこのゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。新庄バッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。点を取られたんで、この回すぐに取り返したいですよね。2球目打ちました、掘ってワンアウトです。2番バッター亀山、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。
豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ、センターライナー掴んで、これで2アウトです。初球ボール、打った、これは入るでしょうね。打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。らしいホームランを見せてくれました。その差を2点と開いています。ご覧いただいています、うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッターボックスには4番掛布、タイガースホームランで追加点を挙げています。打った、大きな打球になった、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、2アウトランナー二塁。あっと取れない、バッテリーエラー、ボールを拾って2アウトランナー三塁。痛烈な打球、高く上がった、頭上入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました、タイガース7対3、見事な一発が飛び出しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この前半戦で試合を決めにかかっています。アウトコース見送ってストライクです。ドカーンと大きな当たりです。高く上がったライトが突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンド、見事な一発が飛び出しました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、本当にうまく反応しましたよね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。バッターボックスには7番梅野、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。外へのカーブ外れました、ボール先行です。危ない球です、ストライクが入りません。打ちました、大きな打球になった、これはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。さあ初球は何か、まずはボールから入りました、これが2球目、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、9対3。ここは当然という交代でしょうか、ライオンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のヒース。さあバッターボックスには先発のフロクター入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね、初球打ち、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、二塁を送ります。バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、10対3、タイガースリードを7点に広げています。打順は1番に帰ります、バッター新庄。タイガースこの回は打者一巡のも切れていきます、ファウル、2球目打ちました、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します、11対3、タイガース直
ちょっと一方的になっています。バッターボックスは2番亀山、早くも先発全員安打です。いやー赤星さん、打線は絶好調ですね。そうです。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、12対3、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは3番バース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙って打った、これもいったか、大きな打球になった、ライトが入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン、追加点が入りました、タイガース。14対3、さすがクリーンナップという一発でした。4番バッター掛布、前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げて打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン、三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。15対3、主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の小川、バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。タイガー、ジャストミート、これは大きい、伸びていく、2球目打っていきましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。2回、赤星さん、序盤から面白いほど打線がつながってますね。そうですね、ここまでは最高の形で試合を進めています。本当にそうですよね。このまま流れに乗ってほしいところです。ファウルになります。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸び、入った、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン、三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。7番バッター梅野、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のライオンズの先発は序盤大量失点で交代した高橋光成、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。これは落下点に入ります。3球目打っていきましたが、ファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターの糸原、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、これだけ打点を上げているわけですから、もうこれは絶好調ですよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。いい当たり、これはどうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー3塁2塁。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、スリーランホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックス亀山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。
勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。ちょっと合わないようです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ち上げた。ここは打ち上げています。4球目打っていきましたがツーアウトとなっています。バッターボックスバース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。これは一塁側のスタンドに入ります。さあ3球目は何か。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。外れていきます。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。センターバック、センターバック、センター見送った。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追い込まれてからの変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。らしいホームランを見せてくれました。5番バッター石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。あっという間にツーストライクです。ボールになります。打ちました。4球目打っていきましたが取りました。アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。これから4回の裏タイガースの攻撃で、バッターボックスには6番松永。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね、一発が出て余裕もあると思いますけどしっかり集中していってほしいですね、そうですね。タイガース攻撃が噛み合い、打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと4打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックスは7番梅野。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。浅いフライ、レフト前ヒットになります。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス糸原、今日はここまで猛打賞を記録しています。いやー、当たってますよね。絶好調じゃないですかね、非常にいいバッティングを見せています。ヒットでランナーを一塁に置いています。危ない球です。ボール先行です。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打。ノーアウトランナー3塁2塁。さあ打席には先発のフロクター入ります。まあリードしてるので勝ち星がつくところまでは行かせるでしょうね。初球打ち。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。3塁線落ちてフェア。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。レフト前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど緩めずにどんどん行ってほしいですね、はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。大きく枠を外してきます。引っ張った。サード取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。打順は2番亀山。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ゲッツ、走ってきた。キャッチャー送球して、ナイス成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。ああ、やはりそうですか。引っ張った、ファーストを取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。バッターは3番バース。今日はここまでホームラン3本を含む4安打の大活躍です。いや、打った、高く上がった。ぐんぐん打球は伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁到達。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターボックス、掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。落ちるボールです。打ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは5番石峰。打った、レフトに強い打球。レフトバックする、バックする。レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の平。さあ、バッターは松永。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。今のは打ちに行ってほしかったですよね。ピッチャーの代わり花の初球は狙っていかないといけませんよね。そうですね。打ちました。センターに強い打球、伸びていく。どうだ、どうだ。センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックス梅野。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですからどんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。2球目打ちました。取って3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入ると思っていましたけど、今日は本当に理想的ですよね。そうですね。これはファーストメヒア掴んで一塁そのまま入ってアウト。ピッチャーに打順が回って先発のプロクター、バッターボックスです。先ほどのタイムリーは見事でしたね。ここももう一本狙っていってほしいですね。そうですね。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター新庄。今日は盗塁が1つあります。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには2番亀山。先ほどの打席はファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球する、ナイス、セーフ、盗塁成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。なるほど、そうですよね。引っ張った、ファーストゴロ。メヒア一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、ランナー1人を置いて迎えるは3番バース。3球目しっかりと捉えました。タイガース一振りで試合を振り出しに戻します。6回の裏、タイガースのバッターはバース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。タイガースしっかり捉えた、伸びていく。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。
これで6打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。初球空振りです。さあ2球目は何か。打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームラン。これが今日3本目のホームラン。